ません、あの突然申し訳ないんですけども、あの今日午前中にお電話いただいたものなんですけども、あのちょっとあの面接しまして、あの内定いただいたんですけども、あのちょっと電話で言うのも申し訳ないかなと思って、あのちょっと今回あの辞退っていう形でお願いしたいんですけども、であの書類は、はいはい、あすいませんでした、申し訳ございました、失礼します。皆さんこんにちは、マーシーです。皆様にお知らせしたいことがございます。私マーシーは8月の19日からあの医薬品の会社に勤務する予定でしたが、内定辞退をいたしました。ただまああの今まで私マーシーの場合は内定辞退は前日に電話したりとか、あのまあ前日にショートメールを送ったりとか、まあ今あの8月26日から勤務する予定でしたそのまああの研究開発補助の仕事に至った20分前ですとか、最悪の場合何も連絡せずにバックレとかあったんですよ。ただ今回は、いや今回勤める予定でした会社はあのちゃんとショートメールではなく会社に直接言いに行きました。まあ、先ほどの VTR 見ていただければ分かるんですが、本当に言いに行きました。ですので、ちゃんと社会人としての責任を果たしたからにはね、まああのちゃんとしっかりと自分にご褒美をあげたいってことで、本日はあの唐揚げ弁当を買ってきました。見てください、唐揚げ弁当買ってきました。まあ、こんな感じでね、あのたまたま通りかかったところが、あのところにあの、まあ、唐揚げのお店がオープンしまして、で、まあ、ご褒美に、まあ、いいんじゃないかなということで唐揚げ弁当を買いました。でこちらの唐揚げ弁当の他にあの唐揚げも単品で3個買いました。でこんな感じであの食べたいと思います。ではいただきます。これあの唐揚げの上にバーベキューソースとあの照り焼きソースがあの乗ってるんですよ。でしかもご飯大盛り無料だったんですよ。うまい、マジで最高にうまいです。あのやっぱりそれなりにその社会人としての責任を果たしたからにはやっぱりそれなりにね、やっぱり自分にご褒美をあげないといけないなと思いましたので、唐揚げ弁当大盛りを購入いたしました。唐揚げが揚げたてなのですごい柔らかくてサクサクしてすごい美味しいです。やっぱし頑張った分だけね、やっぱし頑張った分だけのご褒美を自分にあげなきゃいけないっていう、そういう気持ちでね、あの唐揚げ弁当を買いました。やっぱし無職で何も してないわけですけど、それなりに社会人としての責任を果たしたんで、それなりに自分に対してのご褒美は当然あげるべきなのではないかなと思っております。あのでも
あの ここの唐揚げ専門店のお店のなんか店員さんが結構ちょっと可愛い系の人で、自分より 2,3 歳年上の人だと思うんですけども、ちょっと可愛い系で人妻系の人で、ちょっとなんかあのビビビときましたねまあすごいあの店員さんの接客も良くて、しかも唐揚げの上に卵が乗ってるんですよ。で、一応9月の末から運送会社で、あの事務作業の仕事を本当にするので、あのまあいろいろあの 兄にも支援していただきましたし、やっぱしね、多くの皆さんのあのご助力というものを無駄にしないためにも、9月の末から11月の上旬まで短期アルバイト絶対に最後までやり遂げたいと思います。ですので、これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。この後はゆっくり唐揚げ弁当を食べたいと思います。イエーイ、食べたいと思います。一応これあの道の駅で撮影してるんですけど、この後食後のデザートにソフトクリームでも食べに行こうかなと思います。以上、マーシーでした。